スにやってきました。はい、ここは大丸の駐車場ですね。はい、はい、こんな天気にもかかわらず山をやろうなんて変わった人がいっぱい来てます。まあ山頂ね、かなり風が強いし、まあ、今日は間違いなく那須の爆風だと思いますが、まあ、ちょっと様子見ということで、この先まで行ってみたいと思います。いやー、今年の初雪山、まあ大体ね、僕の場合那須って決まってるんですけど、今年はね、雪多いかどうかっていうとね、まあほぼ例年並みですね。ただここ数日ね、あったかい日が続いて、まあ、路面がかなり、凍結してますね。はい、テムです。バッチリですね。今日は冬の那須岳冬季調査ということで大丸からね、上は、まあ、積雪、そうだな、15センチから20センチぐらいですかね。とりあえずチェーンアイゼンもつけずに登っていきますので、ただもうちょっとしたらね、滑り止めが必要になるかもしれない。ロープウェイが見えてきた、ね、もちろん終わっちゃってるけど疲れんね、雪道は。8時35分ロープウェイの下の駅ですね。やっぱ時間かかるね。ナスの爆風が今日も安定の爆風だね。うわまあ冬のナスはね、こうじゃなくちゃ。はい、じゃあ峠の茶屋駐車場に向かってまた泉町を登っていきます。峠の茶屋駐車場まで登ってきました。もちろんね、冬季閉鎖中ですから車一台もありません。トイレもね、使えません。でも茶臼もね、朝日もね、ガスの中になっちゃったね。どうしたの埋まってんのこっちこっち
那須岳の登山口です。僕の動画でおなじみのとこですね。やっぱ時間かかるね。すごい顔が誰カマキリになった。一応ね、予定だと、ここまで来てね、紅茶を飲んで帰ろうかなというふうに思ったんですが、意外と雪が少ないんで、この上まで行ってみたいと思います。はい、よろしくお願いします。はい、山の神様です。まだまだね、夏道で行けますね。上荒れてんなこれ。雪の深さはね、今現在で20センチ未満ですかね。吹き溜まりはね、もう50センチぐらいのところあるんだけど、まあ今日は多分こんなもんで、雪の傘はね、変わんないで歩けると思います。もうすぐね、稜線出るんだけど、いや、爆風がここまで来てるよね。中野茶屋跡に出ました。ここからね、那須の稜線出るんですけど、まあ、普通であれば、ここから上が茶臼、この先が朝日岳です。ここまっすぐがね、峰の茶屋跡、避難小屋の方です。ここはね、雪が少ないんじゃなくて、那須でもね、一番強風が吹くとこっていうと、大体峰の茶屋の避難小屋あたりなんだけど、ここはそこの谷の延長線上にあるんで、同じような爆風が、バンバン吹きます。台風してたね。まあ行けるとこまで行ってみましょう。終わり、帰るか。風でね、体が前に進まねえよ。分かってきてんだけどね。なんとかね、峰の茶屋の避難小屋まで、行きたいと思います。うっすらと峰の茶屋避難小屋がいます。ちょっと見えてきました。
足を回して、はい、ストップ置いちゃう。はい、早速だな、入るの。よし、よし、よし、入ったの初めて。あ、すごかった。いや、すごいね、なんの実力だ。はあ、こういう模様みたいになってカチカチになって、うん、いや、避難小屋でね、避難してます。はあ、こういう時はね、温かい紅茶。楽なんだろうけど、転げていかないように。山の神です。はい、ありがとうございました。